ブルマーケットはだましだった。 リセッション確率99%こんにちは米国経済解説系兼 YouTube 最大のレバナス専門チャンネルのレバナス一本リーマンです現在 AI バブルによって多くのテック株に買いが入り株式相場はブルーマーケットに入ったと市場が浮かれている中企業や大型投資家たちは今週過去類を見ないほどの速度で売りを仕掛けてくるという速報が入りました早速物語に入っていきたいと思いますが本日の入り口は株式市場の強気相場は長くは続かないだろう そして米国の景気後退の確率は99%の確率であるとトップエコノミストのデビッド・ローゼンバーグさんが発言されましたという昨日出された記事から物語は始まります彼の発言内容のポイントは3つでデビッド・ローゼンバーグさんは株式の強気相場は長続きせず景気後退は確実であると述べています2つ目失業保険新規申請件数が2021年10月以来最高水準に達し 増加傾向にある3つ目は株式が実力以上に過大評価され下落する運命にあることを示唆する多くの指標が存在する今回の動画ではこの3つ目のポイントについて定量的に解説していきますがまず1つ目強き相場が長続きするかかかどうかは誰にも分かりませんよく強き相場になると数年単位で上昇するということを言う人たちがいますがこれは明らかに間違いですこれが本当なのであればこのタイミングで多くの人たちが買い向かうことになるため大幅に 急激に上昇すするはずなんですしかしながら今の相場は2021年末につけた過去最高値も超えられずここ1週間くらいは昇降状態が続き上値が重い状態が続いています仮に今からひたすら上昇が続くブルマーケットに入るのであればこんなところで引っかかっている場合ではなくどんどんと上昇することになりますそれでもこれは1年後に答えがわかります今の逆イールドが2000年の IT ショックや2008年のリーマンショックを上回るほどの深さできていることを考えれば リスクヘッジをするべきタイミングであるというのが私の考えです逆イールドが解消した後で大きなリセッションが来るこれはある程度経済学に詳しい方であれば誰でも理解していることですがここを理解していないと今のタイミングで大きく買いに行ってしまって後で後悔することになるというのが過去の市場で毎回起きていることです今とんでもないところの逆イールドが発生しますね it ショックの時 リーマンショックの時、2000年と2008年の時、それぞれの逆イールドよりも今とんでもないスピードで逆イールドが進行しています。しかもその逆イールドは全く解消する気配を見せていません。この大きく崩壊するタイミングっていうのは、まあ、リセッションのこの中で発生するわけなんですけれども、そのリセッションは逆イールドが解消した後で来ますので、えー、まだまだこれから警戒感が必要だというふうに私は考えています。2つ目のポイントは、失業者数が上昇し始めているは事実なので、これ自体は別に いいと思いますがここで言いたいことは失業者数が上昇するときはリセッションになりますこの青が失業者数で赤これナスダック100の株価指数をログでとっていますけれどもリセッションの時は赤線でこれを示しているようにナスダック100は下落しますリセッションというのはこのグレーの領域ですね逆イルドが解消した後で株価は下落しますナスダック100だけじゃなくてリセッションになれば全米株もなんなら日本株も全滅することになるのでこの失業率の推移は要注意です 3つ目。 これはほとんどの市場参加者が思っていることだと思いますが今の上昇は AI バブルによって形成されているものだから異常な上昇していること自体は分かっていると思いますただここからが意見が分かれるところですがこれが持続可能なのかどうかです私の意見としてはこれまでのバブルを見ていただければバブル相場が持続可能なのかどうかを考えていただければ答えはおのずと出てくると思いますマスコミの見出しを信じることも先行指標を信じることもできますこれは NBER 定義する公式なリセッションの可能性が実際 99.15%あることを示唆しています。と、ローゼンバーグさんは言っています。nbr というのは、米国経済研究所の一つで、ここがリセッションになったかどうかの判断をすることになります。ただ、判断するのは1年後から2年後ぐらいなので、今がリセッションになっているのかどうかはわからないということなんですが、理解しないといけないのは一つだけです。投資とは確率論の話なので、今がリセッションかどうかは置いといて、リセッションになる可能性が高い。 これ先ほども申し上げましたが今逆イールドが進行していってますのでこの逆イールドが解消した後でリセッションが起きるということは先ほども申し上げましたがリセッションになる可能性が今後高いんであればプロの人たちはエクスポージャーを減らしに行くんですつまりポートフォリオの中でリスク資産を減らして安全資産側に振り分けるんです安全資産とは現金でもゴールドでも何でもいいんですけれども私はゴールドあまり好きではありませんがその内容は過去の動画でも語っていますのでそちらを見ていただくとしてとにかくリスクが明確 に高くなった時はすべてを占いまでもポートフォリオを整理することが重要です確率って言うけれども過去にこういうことあったんでしょうと思うかもしれませんが彼はこのように述べていますもしリセッション前にファンダメンタルズ上の弱気相場が終わるんであればそれは歴史上初めてのこととなりますこう言っているのはローゼンバーグさんだけではありませんさらにメルリリンチの元北米チーフエコノミストは株式相場は今とんでもない落 関論を織り込んでいるというふうに発言されました s p 500の先行 per は長期平均を25%を上回っておりそれがどれぐらい危険かというとこの状態は 2000年の IT バブル崩壊と同じぐらい危険だと警鐘を鳴らしています。さすがに今から IT ショックと同じぐらいの崩壊になるのかというと、そこは個人的に懐疑的ではありますが、この記事に書かれているポイント2の失業率が上昇するということ、ここの失業率が上昇するということについては断然あり得る話だと思っています。ここに関しては、このローゼンバーグさんと私と部分的に同意見である人がいます。その人はバンクオブアメリカの最高投資責任 CIO のマイケル・ハーネットさんでこの失業率が今後も上昇していくことに関して彼はいくつかの理由を定量的に述べています。 これはバンコブアメリカから引用していますが濃い青が融資可能額で左軸水色が失業保険新規申請件数を右軸の上下逆転させたチャートで表しています融資可能額とは銀行がどの程度民間企業に借金を課せるのかを数値化したデータで稼基順が高まっている今この融資可能額は急激に下落していることが分かります失業保険新規申請件数はいいですね新規で失業した人の数とご認識いただければいいのですがこれを 上下逆転させるとこれら2つの因子は見事に相関係数が高くなりますつまり同じ動きをするということが分かっていますそして今融資額が急激に下落していることから失業者数も今後下落していく可能性が高いとこのチャートからわかりますまた同時にマイケル・ハーネットさんは FRB は利上げを終了するかもしれない一方で世界の中央銀行は日本を除きこのバンコブジャパンを除き みんな利上げの途中であり、それらが米国を襲う可能性があるともおっしゃっています。このチャートの左側は、 各中銀の金融政策を表していますが、これを見ると確かに FRB だけが利上げ終了を示唆している中、世界の主要な中央銀行である ECB、Bank of England、Bank of Canada、Reserve Bank of Australia、ここだけ RBA ってなってますけれども、ここも中銀ですね。オーストラリアの中銀です。これらなどは、まだ利上げを実行している土地です。ハイキングってのは利上げのことですね。なぜオーストラリアやカナダ銀行が我々レバナスホルダーと関係するのかというと、このチャートを見ていただくと分かる通り、左 左側のオーストラリアの金利と FRB の金利はある程度相関性があり一緒に動くことが分かっています濃い青がオーストラリアの2年もの金利水色が米国の2年もの金利ですほとんど似たような動きをしていますねそしてオーストラリアの中銀は今利上げを実行しているため金利が上昇しています右側も同じでカナダ銀行の中銀も利上げを実行していますので金利が上昇していますこれも同じですね濃い青がカナダの中央銀行 の金利それから、水色が米国の中央銀行の金利。まあ、2年ものの金利なんですけれども、今、2年ものの金利がカナダで急上昇してっていますので、今までの動きと同じようなことをするというふうに考えると、FRB、米国の金利も上がっていかないといけないということです。でも、S、S&P500 も NASDAQ100 も上昇している事実は変わりありません。ここで問題になるのは、S&P500 でも NASDAQ100 でも全米株でも、この上昇はいわゆる一般的な上昇なのか、 ということです。そこでこの左側のチャートを見ていただきたいんですが、この左側のチャートは濃い青が中小銘柄への資金流入額で、水色が 大型銘柄への資金流入額を示しています。まあ見てわかりますね。つまり一部の大型銘柄にのみ急激に資金が流入しているということがわかります。そして右側の水色の棒グラフを見ていただきたいんですが、これは大型テック株への資金流入額を月ベースで示しています。これを見ると、ここ数ヶ月ひたすら大型テック株に資金流入が集中していましたが、6月に入ってついにマイナスになった。 ついにマイナスに転じたということはしっかり理解しておかなければいけません。それでも今は強気相場に入ったんだから、これからも上昇していくんでしょう。とほとんどの人が思っている中、しかしながら、ウォルール・スリー・ジャーナルからこんな記事が出されました。企業や大型投資家たちはここ数年見られなかったくらいのとんでもないペースで株を売り出しに来ている。という記事に物語の舞台を移していきたいと思います。企業とその大型投資家たちは株価が回復するにつれて、ここ 数年間見られれなかったたペースで株式を売り出ししに来ましたこれ本日日本時間6月12日の月曜日の明け方に速報記事としてウォール・ストリート・ジャーナルが出してきてこれムーム証券にて私のところに警告通知が出されましたムーム証券はこのように速報記事や危険な速報が出た時に 瞬時に通知してくれるのででおすすめですめ概要欄にリンクが置いてありますのでお金入れなくても講座解説のみでそこを記事が読めますのでもしししよろしければリンクから申し込んでみてください最新のデータによると5月のクレイトン・ジュビリア,アンドライスはとあるヘルステック株を20億ドルで売ってからその後数十億ドル規模の売り越しが怒涛の勢いで始まっていますインテルも モービルアイという企業を16億ドルで売り出し GE もヘルスケアテックの株を20億ドル分売り出しアメリカンインターナショナルは10億ドル分の株を売り出しに来ていますこれらは今利確も含めて売り出している一部の銘柄だけですが多くの企業や大型投資家が売り出しに来ていますさてこんな中果たして上昇相場はこのまま続くんでしょうか皆さんのご意見をコメント欄にてお待ちしております長くなってしまったので最後にこの記事のタイトルだけ言って締めたい と思います売上は過去最高だが利益は急速に下落フォーチュン500社が経済状態について何かを物語っているという不吉な記事が昨日出されましたが今米国経済に 何が起きているんでしょうかこの続きはまた別の機会に、最後にこのような暗雲の立ち込めている世界経済の中でいいニュースもあります。これまで共有してきた世界の有料なユニコーン企業に投資できるファンド非常ドッ c o m に新たなファンドが募集されました。この新たなファンドはこのチャンネルをご覧の皆様もご存知の企業で、もちろん私も投資していますがあくまでも上場前の銘柄ですので、詳細をしっかりご理解いただいた上でご判断いただきたいと思います。上場前のユニコーン企業 にはメタウーバーパランティアなどのように多くの機関投資家が上場前に投資した銘柄は上場後に爆上げしましたがこのような上場前の銘柄に投資できるのが非常ッ .com ですお金入れなくても無料の登録さえしておけばどんなところか見ることができますあくまでも上場前の銘柄ですのでリスク共有度に応じてサテライト枠の一部として検討していきたいと思いますそして株や債券以外にもポートフォリオを分散させていきたいかつ金利はは安定して5%程度は欲しいと 思思う方もいいらっしゃると思いますそこで不動産投資のクラウドファンディングを紹介していきたいと思います。皆さん金持ち党さ産貧乏党さ産のロバート清崎さんの本を読んで不動産投資やりたいと思った方はいらっしゃいますでしょうか。でも不労所得って響きが心地いい一方で敷居は高いですよね。まず物件を探すところから始めてて大金はたいて 買って、それを貸し出して、変な人に借りられたら、みたいないろいろめんどくさいことがありますが、何よりもめちゃくちゃお金がかかるので、銀行からの融資をもらったりしないといけない。ただ、今回紹介する不動産投資のクリアルでは、そんな面倒なことをすべてすっ飛ばして、想定利回り4から5.5%で1万円からネットで不動産投資ができます。クリアルは上場企業が運営している不動産投資型のクラウドファンディングです。無料の会員登録をすれば、第三者が査定した不動産の鑑定評価額も見れますので、 不動産投資の初心者でもでもきますそもそも不動産のプロが厳選した不動産価値の高い物件を取り扱っていますのでサービス開始から現在まで元本割れはありませんもし気になる方は概要欄にあるリンクから会員登録をしてどんな物件があるのか見てみてくださいということで本日の動画は以上となりますそれではみんなで資産を爆発的に増やしていきましょうご視聴ありがとうございました終わります